ね。A までやりましたよね。A までやりました。はい。B からいきます。癖に、癖して、ね。意味は、なんて、前の形から見てみましょう。前は普通形を使いますが、名詞の原形はのをつけます。な形容詞の原形はなをつけます。ね。はい。のにと同じ意味ですが、のにと同じ意味。のに。はい。何々だから、当然何々でしょう。でも、その当然のことが起きない。そんな時に、癖に。ね。知恵というね、意味で使います。マイナスの言葉、良くない言葉で使います。注意しないといけないのは、癖には前の文と後ろの文は同じ主語じゃないと使えません。例えばここ、ね、犬は散歩に行きたがってるくせに、彼は連れて行かない。前の主語は犬ですが、後ろの主語は彼ですよね。これは癖には使えません。でも、のには使えます。ね、のには前と後ろの、主語が違っても使えます。違いがあります。だいたいのにと同じ意味ですね。では、例文見てみましょう。彼は自分でできないくせに、いつも人のやり方に文句を言う。自己做不到，可是却一直对别人有意见。自分が悪いくせに、人のせいにするな。你不好，你不要怪到别人身上。では、皆さんにも考えてもらいましょう。私、できますという方、いらっしゃいますか？私、準備できたよという人。します。もしもし。もしもし。もしもし。あれ？い。いらっしゃいますか？癖に、癖にを使った言葉ですね。知恵ね。できる方いらっしゃいますか？はい。はい。彼は勉強しないくせに。項目が難しすぎる言いました。ああ、項目が難しいと言います。そうですね。項目。これ問題の意味ですか？項目。科目、科目、科科目。目、科目、科目。クラス、科目、クラス。授業。授業では難しい。そうです課ね。程、日本語は何ですか？科目。課程、クラス、レッスン、クラス、レッスンとかね。はい。あとは、大学の授業とかだと、講義とかね。講義、はい。講義とかね、言ったりもします。講義、授業。ね、あとはレッスンとかね、いろいろな表現があります。彼は勉強しないくせに、授業にしようかな。授業が難しいと、言いました。いいですね。じゃあ他の方いらっしゃいますか？他の方、4人いる。4人いる。いいって言うと3人か。リキさんもいるかな。はい。癖に知恵というね、意味です。はい、やってみます。
はい、やってみます。どうぞお願いします。自分が運転できないくせに、道のせいに、道のせいにする。あ、する。はい。する、はい。道のせいにする。はい。運転できないくせに、あ、この道は走りにくいよ。ね。なんかね、道のせいにする。ね。いいと思います。はい。できさんできそう。さっき来たところかな。はい。じゃあ次行きます。する。ちょっと今忙しいかな。ぐらい、くらい。ね。ぐらいだ。ね。ぐらいだだと分末にくらい、置きません、ね。ぐらいだ。ね。普通形をつけます。な形容詞の原形の時は、なぐらいっていうふうに。なをつけます、ね。意味は程度がどれくらいかを説明するときに使います、ね。具体的な例を挙げてどれくらいの程度かっていうのを、言うときに使います。でも例えばそうですね、死ぬくらい疲れた、実際できないような、ものには使えません。実際死ぬことできませんよね、私たち。はい。死ぬぐらい疲れた。ね、こんな表現は死に使えませんが、死にそうなぐらい、最点重要するの、そう、最点というね、言葉を入れたら、ぐらいが使えます。はい。使い方。質問があります。あ、どうぞ。ぐらいは、ほと。意味が同じですか、うん、そうですね、そうですそうですそうです。それを聞かれると思って私準備しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ぐらいとほどは、同じ使い方の時がほとんどです。几乎都是一样，几乎都是可以换用。ほど比较正式一点、ちょっと正式な使い方の時に使います。はい、でも、ぐらいだけしか使えません。ほどだけしか使えませんという使い方も実はあるんです。ね、ちょっと見てみましょう。ね、家は10分ぐらいのところにある。大概と大体の意味の時は、くらい、ほど、両方使います。くらい、ぐらい、ほど、両方、あ、三つども使いますね。とか言う、はい、高いです。とか言う。では次、彼と私の成績は同じくらいだ。在比较的时候、彼と私を比較しているときはほどは使えません。ほど使えないですね。ここほど使えません。はい。では次、日本ほど安全な国はない。後ろに否定形が使うと、来るときは、くらいはあまり使いません。ね、これはほどだけです。比較なんですけれども、否定の比較のときはほど。いや、わえってね。はい。使います。でもこれ難しいですね。ね、次。ゆえ、そもそもゆえというね、そのほどの使い方は、ほど。しか使えません。あ、ゆえそもそもゆえね。例えば、ゆえ便宜ゆえ好。安ければ安いほどいい。こういうのはほどしか使えません。ね、はダメです。で、あとこれ。比較。彼と私の成績は同じぐらいだ。あ、これ上と同じですね。はい。すいません、これなしで、はい、はい、これなしでした、はい。ね、まあ
ゆえそもそもゆえたほどは使いません。くらいは使いません。というね、使い方があります。はい、絶対質問されると思ってた。うん、いい質問です。とてみんな質問したいですよね、これね。はい、では皆さんにも考えてもらおうかなと思います。どうぞ。寝てきた方から。リキさんいる？リキさんいる？はいはい。存在するか。ああ、ごめんごめんごめんなさい。目前还没想到。あ、リキさん、じゃあゆっくり考えてください。他の方、ね、準備できたら教えてください。どうぞ。まあまあ任せます。ゆっくりで大丈夫です。あ、できた方から、ね、私準備できたよっていう人いますか？はい。はい、じゃあお願いします。これくらいの問題が誰でもできる。あ、これくらいの問題、誰でもできる。はい、いいですね。これぐらいの問題的话って言うなら、なら、如果这样子的问题的话，谁都会でならに変えました。はい、と思います。はい。では他の方いらっしゃいますか。今日の声本当ひどいですよね。ごめんなさい、本当に。本当ごめんなさい。はい、はい、どうぞ。手を借りたいくらい忙しいでもいいですか？あ、なになに？手を借りたいくらい。手を借りたいくらい、くらい。くらい。忙しい。忙しい。いいですね、いいですね。忙しい。これをよく、猫の手も借りたいぐらい、そうそうそう、猫の手を借りたいぐらいも、はい、借りたいぐらい忙しい。猫の手は全然使い物になりませんが、でも忙しくて、はい、本当に猫の手も借りたいですという時ありますよね。はい、これ慣用句です。あと手も、使えますか？猫の手も借りたいほど、あ、はい、これほどいいですね。ほど使えます。やってみます。はい。このくらい、このくらいの金なら誰でも出し、出しするま。这点钱谁都拿得出来。もしもし。这样可以听到吗？喂喂。喂喂喂，有听到我的声音？今日私のネットがあまり良くない、ごめんなさい。老师有听到我的声音吗？嗨，诶，现在有听到吗？啊，嗨，良くなった。すみません。このくらいの金なら、誰でも、出せるま，就是谁都拿得出来，这点钱是拿得出来。いいですいいです、100点満点。はい。ただね、お金ちょっとね乱暴なので、おをつけましょう。お、お金なら誰でも出せる。いいですね。はい。バッチリです。じゃあ次、げいきます。
げ、げ、ね、はい。意味は何ですか？そのような様子である。是感觉看起来是那样子。看起来有那样子的感觉。という時に、げを使います。げ。いい形容詞のいをとってげ。ですね。な形容詞のなをとってげを使います。動詞はほとんどないですが、有一种而已。有一种。動詞会用到。ありますのありげとありませんとなさげだけね、動詞使います。他の動詞は使いません。はい。で、いいは、いさげとは読みません。よさげ。勘違い。いさげは使いません。よさげと言います。ね、はい。なさげは、ないの、げ、ない、なさげ、よさげ。よさげの反対ではないですけれども、ありげとか、なさげとかね、使います。はい、例えば、自信ありげ、看起来有自信的样子。看起来没有自信的样子。自信なさげですね。看起来很凉快的样子。涼しげ、ね。はい。自慢げ、看起来很自慢的样子。涼しげには2種類意味があります。涼しげな顔をしている。涼しげな顔を。これは、真的看起来、他很凉快的样子。涼しいという意味もありますし、他看起来、感觉对这个不觉得很难難しいに感じるという時にも涼しげな顔をします。例えば問題、今日テストあります、うん、彼は涼しげな顔で問題を解いた。こんな表現もあります。看起来很凉快的脸じゃないですよ。看起来他觉得这个很没有问题、很简单的感觉。这个用法、涼しげ。あとこれ、げはな形容詞です。如果还要修饰名词的话、要多加一个な。它是な形容詞。例文見てみましょう。あの人は寂しがない。寂しげな目をしている。看起来很寂寞的眼睛。那个人的眼睛看起来很寂寞。悲しげな表情をしている。他的表情看起来很悲伤。自信ありげな態度だった。他的態度是很有自信的態度。では皆さんにも考えてもらいましょう。できた方からどうぞ。はい、やってみますよ。やってみます。はい、お願いします。彼はいつも穏やかな話しています。穏やかな、はい、話します。表情で話しています。あ、ちょっと変えました。表情で話しています。穏やかだな、そんな人いいな。はい、穏やかな表情、はい、いいですね。では他の方、
難しかったかな。はい。はい、お願いします。この辺りは人がいなくて。うん。寂しげな気がする。とってもいいですね。とってもいいです。そうそう、そんな使い方をします。バッチグーです。人がいなくて寂しげな。え、寂しげな？気がする。気がする。いいですね。いいですね。いいですね。はい、気がする。気がする。とても良かったと思います。ありがとうございます。はい。では。の方って言っても、まあ、リキさんなんですけど、どうですかね。まあ、無理だったら次行きます。まだね、準備中とかだったら、次行きます。はい。うらやましげな表情をしている？うらやましげな、表情をしている。どんな場面でうらやましげな表情をするんでしょうかね。うわぁ、あの人の彼氏、ハンサムだな。うらやましい。いや、そんな表情出てたらちょっと良くないですけど。はい、ね。そういう表情もあるかもしれません。ありがとうございます。とてもいいです。うん、じゃあ次、いのこそ、ね、こそ。前の名詞を強調するときに使います。うん、まあ、こそを使わなかったら、わとかがに変えることが、ほとんどできます。だいたいわとかがに、がとして使っているものをこそに直して強調することがあります。ね、今年こそ、今年は結婚するよう、ね、今年、ね、こそで強調していますね。今年は絶対に、ね、こそ。今でこそこうやって笑えるが、その時はつらかった。現在、可以这样子、笑可是那时候。これは、これ、こういう使い方があります。これ、慣用句的な感じですね。現在才可以、像这样子、笑可是以前是没办法的。これ、決まった使い方です。これこそ、これは私が欲しかったものです。这个就是我想要的东西。これこそ私が欲しかったものです。はい。ね、使います。あとは、から、からも名詞ですけれども、からこそ、ね、理由を強調するときにも使いますね。何々からこそ。からこそ。そうですね。からこそ。こそ。怒るんです。ママはどうしていつも怒るの？愛しているからこそ怒るんです。因为很爱你，所以我才会生气的。そうですね。そんなこと言ってる人いませんか？强调前面的理由的时候也会用こそ代表它。いや、皆さんできた方かな？どうぞ。私できるよっていう方、どうぞ。はい。はい。2周年こそプロポーズするよ。2周年こそ。あ。え、我想说就是交往2周年的时候。あ、2周年。2周年はプロポーズします。20年は、え、两周是プロポーズ。感觉有点怪怪的。就是我本来想要用こそ，所以这样不能用，对吗？嗯嗯嗯嗯，好。
そうですね。例えばこういう使い方だったらいいですけど、1周年、1周年だからこそ、因為兩周年、1周年だからこそ、プロポーズしようと思います。うん。嗯，これもね，因为两周年，所以我打算要跟他 propose。こういうのもね、ありですけどね。はい。はい。はい、はい、これこそ私がこんなことをやりたくない、これこそやりたくないことです。だからちょっとお越しなそうだすしですが、これこそやりたくないことです。正是因为这样所以我才不想做。あー、そうですね。だからそうだからこそ、因为这样子、因为是这样子、だからこそやりたくないんです。はい。そうだからこそやりたくないんですよね。うん。うん。そうだからこそ結婚したくないです。ああ、そう、因为这样子、あ、そうだからこそ。だから、でもね、もう別にこそつけなくてもいいですよ。つけなくてもよく聞きます。そうだから、まあまあそうももう言わないかもしれません。だから結婚したくないんです。これはね、もう本当に、でも、一般的にだから結婚したくないんです。で、もう普通にもう言っちゃいますね。わかりました。はい。はい、まあもちろんこうやってねこそって言えて強調してもねいいと思いますが、はい、いや本当に嫌なんだなっていうのがあ本当に嫌なんだっていうのが分かります。はい、では、ね、次なければ次いっちゃいますよ。はい、ことかね、疑問詞プラス、ね、な形容詞とかいい形容詞をつけてことかですね。非常非常そもそもやん、とてもとても程度が高いという時にことかを使います。疑問詞な形容詞なことか、疑問詞な形容詞であることか、疑問詞動詞いい形容詞の、まあ、普通形ですね。ことか。ね、使います。つまらない話を聞かされて、いつなお。どう思うと、無聊ま。どんだけ退屈したことか。どんだけ退屈したこと。ね、そもそも、いつだお、どうも無聊ま。そう、いつだお、どうも、そもそも、やんま。という意味ですね。このゲーム、どんだけ待ったことか。いつだお、等了多久吗？所以就是等了很久的意思。はい。これは中国語にもこういう表現ありますよね。どう思ったそもそもな、就是非常そもそもの意思。はい。では皆さん例文できたらお願いします。ね、どんだけでもいいし、どれほどでもだし、どんなに、ね、こういう言葉を、ね、この疑問詞のところにつけます。
できた方いらっしゃいますか。できたら言ってください。はいはい、私はどんだけ心が痛いことか。あ、それどんだけ、心が痛いことか。何かあったんですか。私、じゃあちゃんをですね、私がどんだけ心が、いざ弟の痛かったことか。心が痛かったことか。知るかよ。後ろ何がつけますか。後ろ、ここ例えば私がどんだけ心が痛かったことか、ちゃんと知ってるか。あ、はいはい、そういう言葉つけてもいいですね。ことか、知ってるのとかね、知っていますかとかね。あ、はい、つけてもいいですね。すごい、無情につけれるんですね、違う言葉を。さすがですね。これは喧嘩の言葉。あ、そうなんですね。勝ったことがどんだけ心が痛かったか。喧嘩とかだったらな、私がどんだけこと心が痛かったか知ってるかとかね、知ってるかとかね。はい、使います。はい、はい。はい。じゃあ、今日さん、お願いします。運転するときに。うん、なんて、もう一回。はい、運転するときに、信号無視、信号無視のは、どんな危ないことか。うん、どんなに危ないことか。いいですね、いいですね、絶好調ですね。はい。無視するのは、もしくは、もうのいらなくても、無視、信号無視は、をなくして、を全部なくして、信号無視はどれだけ、危ないことかにしてもいいですね。うん、バッチリです。じゃあ次行こうかな。ことから前に普通形を使います。な形容詞と名詞は、原形の時にであるをつけます。因为这样子的理由、何々という理由でという意味で、何々ことから、ね、を使います。はい、因为有根据的这种理由所以という意味で使います。富士山が見えることから、この町は富士見町と呼ばれている。因为可以看得到富士山所以这个街被说富士見町。Thank you.
因为什么什么ことから。はい。はい。彼は厳しいことから魔王と呼ばれている。あ、おお。それ、何ですかね、あの、ドラマでありましたよね。はい。なのだと、あの、お医者さんのドラマ、なんていうの、見てました？皆さん、このドラマ見てました？魔王と呼ばれているドラマ。あれ、返事ない。見たことないです。はい。とても面白い恋愛のドラマなんですけど、私ハマっていました。ちょうど去年。バシェね。あ、ペパーベオバシェの私も見てたから、医者のドラマで、何でしたっけ？魔王。これ、あ、これこれこれ。皆さん見たことあると思いますが、恋は続くよどこまでもという。面白いんです。面白いんです。ぜひ見てください。ぜひ見てください。こう。皆さん恋愛ドラマとか恋興味ないかな？他の方できたら教えてください。はい。はい。彼は勉強。彼はものを勉強するのが早いですから。ものを勉強するのが早い。天才と呼ばれている。え？違います。こう。ものを勉強するのが早いことから、うん、早いことから天才と呼ばれている。と呼ばれている。はい。读书很快。え、读书读得很快。そうだ。学东西很快。学东西很快。あー、なるほど。なるほど、それはそうですね。彼は。突然習得するのが早いことから習得と言います。学習なおっただ、はい、習得するのが早いことから天才と呼ばれている。私は一度も言われたことない。さすがです。どこにいるんでしょうか。天才。天才になりたいですね。他の方いらっしゃいますか。因為ことから。はい。じゃあね、最後にします。ことだ。ね、毎日辞書形や内形をつけます。ね、如果你想要什么什么、你应该要去做什么什么というような意味で、ことだを使います。意味は何々した方がいいですよ。何々すべきですよ。直接ではなくて、間接的に忠告、おすすめ、で命令などをしてするときに使います。何々しなさいって言ったら直接的ですけど、何々したいんだったら何々した方がいいよ、ちょっと間接的なおすすめに使います。日本語がうまくなりたかったら、もっと勉強することだ。
想日文想要变好的话，要更加强、更加努力读书。两秒三，もう一つ考えてみてください。你想要瘦的话，每天都要运动，可能很多啊，那可能，そうですね。你想要被他喜欢的话，每天都要努力打扮，对不对？彼に好き、彼に好き、好きられたい。うん。好きられたいって言います。好きられたい。好きられたい。好きじゃない。好きられ。あ、そうそうそう。こういう言葉があります。好きられたい。想要被喜欢。好きられたい。彼に好きられたいなら、ちゃんと化粧した。化粧することだ。化粧することだ。でもね、化粧だけじゃなくて、打扮とかだったら、ね、おしゃれすることだ。のはでもいいですね。はい、この隙間、好かれたいという、これ動詞なんですね。好かれますという動詞。意味は何ですか？被喜欢，对不对？这个动词，好かれます。想要被喜欢的话，好かれたいなら。おしゃれすること、おしゃれは打扮ですか？あ、そうですね。おしゃれする、我要、打扮、そう、或者说おしゃれする。男性と女性全部使えます。ああ、両方使えますか。男性だけだか。おしゃれする、おしゃれですね。あ、まあ、男性にもね、使えなくないですね。おしゃれ、あ、おしゃれですねって言いますよね。はい、もうちょっとまあ綺麗というよりかは。身だしなみをきちんとする。この身だしなみは、まあ、きれいだけじゃなくて、例えば、じゃあ爪を切っているとか、靴がきれいとかね、不是脏脏的。そういう、例えば服とかもね、有烫衣服とかね、そういう意味で身だしなみをちゃんとする。身だしなみをきちんとするという表現もありますね。これはまたおしゃれとは違います。はい、男性だとこちらの方がいいのかな？身だしなみ。身だしなみ。はい。清潔感という意味では、身だしなみ、ある感じ。わかりました。はい。では他の方いらっしゃいますか。はい。はい。睡眠の質を良くなり、なり。太太ならま
寝る前に携帯を使わないことだ。これね、よく言いますよね。寝る前に携帯を使わないことだ。やってます？不可能だ。そうできないですよね。私の目標これです。今年もう今年の目標にしたい。もう携帯はもう使わない。もうこれ、徹底したいですね。はい。睡眠の質を良、くなりたいというか、ね、性質も高めたいとかね。表現もあります。睡眠の質を高めたいなら。睡眠の質を向上させたいでもいいですね。向上させたいでもいいです。こんな表現もあります。はい、では、そうですね。許さんどうですか？すいません。あ、はい、はいはい、はい、遅刻しなしなか、しなかったら、しなかったら、早めに出ることだ。早めに出ることことだ。あ、惜しい。如果不想要知道的话、还要加一个态的否定型。あ、しな、しなく、しん、したくない。あ、そうそうそう、そうそう、したい、したくなかったら、したなかったら、はい、なかったら、そう、早めに出ることだ。そうですね、とてもいいです。はい、できました。では皆さん宿題やってみてね。質問ありますか？もしくは、まあ、あの、皆さんが宿題やってて、ここ分かりませんっていうところありましたか？ないです。ないです。本当かよ。本当かよ。本当にあるかよ。そうですか。ないのかよ。いやー、そうか。残念ですね。まあまあまあ、ないのもいいことなんですが、でもね、あったら質問してくださいね。はい、質問することはいいことです、ね、分析してとても勉強して疑問に思うってことは勉強してるってことですから、はい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 、はい、じゃあね、今日はここで終わります。皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。